待って難しい、テロップ難しいな。10枚目シングルリリース、難しい、どうしよう、一瞬の花火、一瞬の花火リリース日です。新曲発売、そうしよう。新曲発売日、花火キラキラ、よいしょ。そう、ジュッスです。こんばんは、みんなさん、こんばんは。どうでしたか今日、一瞬の花火と、そしてカップリング曲を披露して MV も公開されました。どうでしたか。あとさ、もう一度手をつなぎたいの衣装可愛かったよね。ピンク色でちょっと分かりづらいけど、私のこの面に使ってるピンクと衣装のピンクが一緒でした。急遽エイエイオーしたのは、裏でもエイエイオーってしたけど、なんかもう一回緊張してきちゃったからエイエイオーしようってなりましたね。衣装可愛かったよね。私の袖はボッってなってました。ボーンってね、すごかったでしょ。あと、もう一度手をつなぎたいは、思ったより動いてたでしょ。私は振り入れの前、昨日よりも今日よりも明日みたいな感じになるかなって思ってたんですけど、意外と振りが細かいんですよ。練習頑張ったのね。あら、ありがとう。よしよし、みんなも見てくれてよしよし。歩幅を頑張ったところは、私が歌った歌割り、世界中で一番オンリーワンの後です。多分ユーハが抜かれてたんじゃない、だから映ってなかったかもしれないけど、オンリーワン隣にですそこまでは落ち着いてるの。オンリーワン隣です。ここです。多分それだけで何もいらないからは全体が映ってたような気がするけど、その私が必死に歩いてるところは多分みんなは見えてないような気がする。私もまだ配信の画面見てないからわからないんですけど面白かったです。もうね、顔の色が変わるんですよ。オンリーワンフフフ動かなきゃってなります。角田浜似てよりも動いて、そうだよ、そう動くんですよ。今日3曲過去プラス1曲、あね、そう、なんか音ずれがしてて1回配信が止まったって聞いてごめんなさい。本当に大丈夫でしたか。みんなの画面がちょっとわからないんですけど、実はあの時一瞬の花火を披露した後にすぐ3人の曲のもう一度手をつなぎたいの準備だったんですけどこうイエーイって言ってはけて、もう早着替えしてたのね。早着替えして一瞬の反応、間違えた、もう一度手をつなぎたいにこうやって着替えて衣装お借りしますって言おうと思ったら、もう一回一瞬の花火やりますっ
って聞こえてきて、え今なんてもう一回一瞬の花火をやります、ローディングローディングそう、しかもね結構その何一回で着れる衣装じゃなかったから、何個か重ね着とかベルトも重ねてとかだったから、脱ぐのがすごい大変で、すぐ行きますすぐ行きますすぐ行きます、パサ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 すぐ行きますってやって、何事もなかったように恋はまるってバタバタでしたね、バタバタバッタンです。そうだから一瞬の花火着替えて、もう一度手をつなぎたい着替えて、一瞬の花火着替えて、もう一度手をつなぎたい着替えて、涙が枯れるまでそばにいる着替えて、終わりでしたで最後にもう一度手をつなぎたいで写真撮ったので、またもう一度手をつなぎたいに着替えました今日コンサートかと思ったよ。でもみんなが2回目ちゃんと見れてたならよかったです面白かったちなみにそう、あの1回目のみんなが MV 見てる間に着替えてたからみんなと一緒に見れなかった。 MV はどうでしたかそう早着替えすぎた。そうでも楽しかったです、それが逆に楽しかった、そんなことあるんですねって言いながら、そうみんなが待ってるの知ってたからより焦った。そう MV 懐かしい感じ、あれ本当のデジカメ使ったんですよ。あの内カメの時はだいたいデジカメで撮りました。だから本当にその年代の時の画質なんじゃないかと思います。 MV スイカ持って出てくるところ可愛くて泣いた、あれ本当に重いかったです。200キロあると思う。もうね、あの私だけ呼ばれて、じゃあスイヌさんこのスイカ持ってみんなのところにわって出てくれるまたローディング、私だけ呼ばれて、そうサプライズみたいな、みんなに内緒なんだけどここから出てくれるって言われて、でもなんか詳しい説明がなくてあの時だから、じゃああのいいよって言ったら回すからねって言って、私急に一人スイカと二人、スイカと二人になって、えこれどうやって出たらいい、ここも違うし、なんかどうぞも違うしってなって、あれになったんだけど、重たすぎてスイカを落とすかと思いました。いつもそんな役、いやわかるなんで私いつもそういう役ですよね、わかります、なりがち。そう確かに結構場面がパッパッパッって変わるから、みんなは推しメンを探すのが大変かも。本当に大きくて、聞いてください、スイカを食べたんです MV の中で、そのスイカが本当に美味しくて、今まで生きてきた中で一番美味しいスイカだった。新潟来れてよかった、あれ新潟のスイカかな、どこ県産か聞けばよかった。本当に美味しかったんですよ、美味しすぎて、あの撮影終わった後にこうねスイカを返すんですけど私すいませんもうちょっとだけ食べてもいいですかって聞いて、そういいよ食べなって言われて、こう食べて、それで、ね、食べてたらどんどんそろそろいいかなって言われ始めてそろそろ終わりにしようかって言われてはい、でなんかもう徐々に萌えとか優派が脱落していくんですよあの端っこから
じゃあもらいますね。私一番反対側の端っこにいたから、その時やばい、仲間がどんどんいなくなっていく、食べるんだでギリギリまで食べました。そう、これ持って帰りたいですって言った。で最後にその近くにいたスタッフさんとかに、すごいスイカが余ってたから、皆さんもぜひ食べてくださいとか言って、私が持ってきた人じゃないのに勝手に予備のスイカを、皆さんもぜひ食べてみてください、美味しいですよって言いましたでも本当に美味しかったんだよね、本当に美味しかったの。あんなに美味しいスイカ食べたことない、美味しかったな。さすがスイーツ部長関係あるかな、関係あるかどうかな。そう、メイクも落ちちゃうし、スイカしかもこんな大きかったから、もう食べたらもうここスイカになるじゃん。だからそう、特に萌えとかはあんま汚したくないから、もう大丈夫ですって、プロなんですよ、あれがプロですね。そう、メイクさんもヒヤヒヤしただろうねまだ食べていいですかそう、いや、あまりにも美味しくて、あまりに美味しかったの。あと、そうそう、桃太郎アイスも初めて食べました、 MV で。美味しかった、なんかいちごかき氷の味がして、その日すっごい暑くて喉も渇いてたから美味しすぎて、磯と萌えと3人で食べたんですけど、みんな撮影終わってから全部食べて美味しかったです。スイカも食べたし、桃太郎アイスも食べたあのさ、でもさ、尺的にはさ、ほんと1秒2秒じゃん、映る尺。私食べてたの絶対10分くらい食べてたの美味しかったです。そう、桃太郎アイスだけどいちご味だった、美味しかった。かき氷みたいだった、あれさっき言ったかも、かき氷みたいって言ってたかも。でもスイカはお昼に食べて、アイスは夕方に食べました。美味しかった。で、そう、最後の最後にみんなで手持ち花火をしました。あれすごく怖くて、そう、なんかエモいのをさ撮るためにはさ、こうやってシャーシャーってやるでしょ、なんだけど私はこうやってやったら怖もう怖すぎて、火がみんながなんであんなにさ、こうやって恋はまるでってできるか分かんなくてってなってた。あと、そのね、普通に最初に試しでやってみましょうとかいう回があったんですけど、そのさ、線香花火は長く光るじゃないですか。で、なんかその線香花火みたいな花火と他の花火があって、かいりさんが毎回長く光る花火を選ぶんですよあの、もう途中から長く光るって分かりながら、もう絶対にそれを選んで、いつもかいりさんだけ最後ずっと光っててそう、あと私はそれがいいなって思って長く光りたかったんですけど、全部真っ先に消えちゃいました。なんで私のはあんなに早かったのかな。だから私は気まずいタイムがありました。こうやってプシュッチョッってなった時に、周りみんなあははあははは、すごいキレイって言ってる間、私もあのこんなんなってて、花火の先が。だからこのもう絶対に復活しない花火の先を、このみはるさんの花火の先にこうやってやってたりみはるさんもさ、もう私の花火が復活しないことなんて分かってるのにさ、付き合ってくださるんですよ花火復活するかなとか言って
そう、優しいです。今日も涙が枯れるまでそばにいるの衣装のリボン結び美晴さんにやっていただきました。なんかね、上手にできなくて、そしたら結んであげようかって言ってくれて、すごい綺麗に結んでいただきました。そう、もう火薬なくなっちゃって、私も長くやりたかったな。あとは線香花火こうやってさあやりたかった。パチパチって、線香花火もこの辺で持ってくださいって言われて、私すごくもっと顔の近くに、もっと顔の近くに、それでエモい顔して儚い顔してって言われたけど、怖すぎて怖かったです。そう、線香花火うまい。え、どうなんだろう、うまい。え、そう、線香花火ってこうさ、パチパチじゃなくてさ、なんかこうじゃないですか、線香花火。なんか例えば手持ち花火だったらこう一方向にこうでしょ。でも線香花火ってなんかこうなったらこの先で、あれが怖すぎて。そう、私過去に線香花火してて、うわー綺麗ちょって言って足に落ちたことがあって、その時暑かったからちょっと怖かったんですよね。そう、元気だよね線香花火ってさ、元気なんだよ意外と。でも一番線香花火が好きです。手持ち花火の中で。そう、あっちだったよ。だから頑張って顔の近くに持っていきましたよ。あとはどんなシーンがあったっけな。あそこすごかったですよね、プールに飛び込むシーンと、あとはプカプカ浮くシーンが私すごく好きでした。あの噂によるとみゆみゆさんが沈んじゃった浮くシーンあそこ素敵だったな。話によるとそのプールで浮くシーンの時はみゆみゆさんがすごい沈んじゃっていっぱい撮ったらしいんですけど、今度逆に潜るシーンはみゆみゆさんがすぐ上がってきちゃったって聞きました。潜らないといけない時にすぐ上がってきて、浮かないといけない時に沈んでたらしい面白い、可愛いんですよね。そう、制服着て泳いでた、びっくり。私たちはあのシーンをあの見てなかったから、へえこんな風になってたんだって、あの学校で撮ったシーンとか、そう見てなかったから。朝5時だったの、早いね、なんと早い。そういえば朝5時で思い出したんだけどさ、ちょっと話戻っちゃうんだけど、もう一度手をつなぎたいあるじゃないですか。もう一度手をつなぎたいよね。収録した日聞いてくださいよ。あの6公演の日を覚えてますか。連続6公演の思い出いっぱい公演の日、あの4公演終わった後に東京に行って、で先にあの日お見送りいなかった日、4期生と3期生さんにお見送りいなかった日、そうあの日にプンって飛んでいって、4期生が先にレックしてて、であれを23時過ぎくらいから撮ったんですけど、もう一度手をつなぎたい、眠たくて。すっごい眠たくって、私なんか眠たい声になってないかなってすごい心配だったんですよね。そしたら意外と眠くなさそうだった、大丈夫だった。でも途中から目が冴えてきたけど、最初とかもうこんなこんなんで歌ってました
で、まあ、23時で東京に泊まって、で次まだ6公演のあと2公演残ってるからうわーって帰ってきて公演やってたんだけど、今考えたらすごいスケジュールでした。で、その新潟から東京に向かってる間の新幹線で西川春菜ちゃんと仲良くなりました。 LINE で、なんだっけ、何コーンだったっけな、あのさ、この幼虫みたいな形してるやつ。これ春菜ちゃんに同じこと聞いちゃったんだよね。でもしかしてなんとかかんとかですかって言われて、それそれって言ってたんだけど、ちょっと忘れちゃいました。そうキャラメルコーン、イエス、キャラメルコーン、そうキャラメルコーンの話で、まあ、一盛り上がりしたっていう感じです。はるなちゃんね、そう LINE したらすごい喜んでくれて、なんかお話ししたかったって言ってくれて嬉しかったです。またはるなちゃんもね、一緒にステージ立てる日が来たらいいな。確かに察しようと思えば察せたのかもしれない。キャラメルコーン食べながら聞かなきゃいや同時にやらなくていいです、同時じゃなくていいですよ。あとはね、そう今日ははるちゃんが足を怪我しちゃったでね、でも私の頭の中にははるちゃん踊ってました。はるちゃんこの辺にいたなって思いながらパフォーマンスしましたよ。ちょうどはるちゃんとすれ違う振り付けのところとかが結構あって、一瞬の花火とかはるちゃんの姿見えたもん。いたいました。そう幻見えたでもね、そうだよね、本人が一番悔しいんですよね。そうイメージしながら、一瞬の花火ダンスシーンのロケ短かった、そうすごく短くて、えもう終わりで大丈夫ですかって思ったくらい。そう、うん、生写真もゲットしてくれてありがとう、ありがとうございます。私ははるちゃんとのツーショットとゆうはとのツーショットでした。ゲットしてくださいね。え、そう上空からのターン綺麗だったでしょ、花火がパッて咲いたみたいで。はるちゃんとメリーちゃんの位置、そうあでもね、たまに詰まってました、あの正規メンバーの方の楽曲はたまに詰まってて、4期生のところはね、4期生の楽曲が可愛すぎる、可愛い、本当に私大好きなんですよ。ファンですって言ってきました、4期生に。本当に可愛いです、ファンですって伝えてきました。でそうファンですって言ったら4期生の子たちもヒャーって言ってて、なんかお互いファンでしたなんかファンとファンでした。え、そう、なんかパステルの黄色と水色もすごい可愛くて、曲のこういうのすごい可愛かった。ヘイ、可愛すぎる、本当に可愛い。私あの X に載せたの写真見てね、4期生と撮ってもらったんですよ。いいですかって言って撮ってもらって、で私もちゃんとアイスレモネード、季節外れのアイスレモネードポーズして混ざっちゃいました。マチタになっちゃった。ね、すごい可愛いよね、フリフリで。私も混ぜてください、お願いします。今日メリーちゃんの位置に入ってさすがにやらないですけど、いや本当に可愛い。私もあの曲も大好き、全部大好き。ちょっと待ってね、時間が迫ってる。
もう本当に可愛かったよね。私着替えながら可愛い可愛いって言ってました。はあ、早く今日の動画見たいな。みんなも見ようね。じゃあちょっと時間なので壇上読みます。ささっといきます。13位マリーハルさん、12位ミネちゃん、11位はなちゃん、10位なおくん、9位スパローさん、8位タムヒロさん、7位サンタロウさん、6位あさゆきさん、5位マナブさん、4位富之助さん、3位てるてる坊主さん、2位大輔さん、1位タコボールさん、ありがとうございました。皆さん今日も見てくれてありがとう。10枚目シングルよろしくお願いします。ありがとう、こちらこそ。おやすみだよそう、私は絶対にスカートが短い運命なんです。膝は絶対に守るぞ。これから日常でアイススケーターがつけるようなこういうサポーターつけないとおやすみ、またねー、おやすみ。レモネード、おやすみ。